競艇界にはスーパースターと呼ばれる選手が数多く存在しますよね。今なお現役ですが、松井茂選手やもう引退された山崎智也選手、今村豊選手。ただ現在の競艇界でスーパースターは誰かと聞けば、おそらく峰竜太選手が1位なのではないかなと思います。なぜスーパースターと呼ばれる存在となれたのか。ようやく SG 戦線に復帰できた峰選手がスーパースターと呼ばれるまでに歩んできた栄光と苦難の道筋を今回は深掘りしていきます。峰選手は佐賀県出身の佐賀支部 A1 級レーサー。競艇選手の中にはスポーツで全国大会に出場者経験があるようなトップアスリートが数多くボートレーサー養成所に入所されます。しかし皆が初めて船の上に乗りボートレーサーを目指すということが大半です。そんな中、峰選手は学生時代からヨット部に所属しており、学生の頃からすでに船の上で感覚を養ってきました。しかも峰選手が所属していた唐津西高校のヨット部といえば全国トップクラスの名門。そんな中で峰選手は国体のセーリング競技で4位入賞を果たし、ユース世界選手権にも出場したことがあるという、学生時代からずば抜けた成績を収めています。そんな鳴り物入りで大和競艇学校に95期生として入学します。同期には今も A1 級で活躍する岡村正史選手や山田哲也選手がおります。元セーラですし余裕のトップ卒業でしょと思われるかもしれませんが、卒業記念レースでもそんな峰選手の前にバチバチのライバル関係でもあった岡村選手が立ちはだかります。必ず大和チャンプになりますと挑んだ峰選手。優勝戦では白熱したバトルを展開しますが、2コースからまくりを決めて岡村選手が優勝を果たします。有言実行できてよかったと話す岡村選手の横に並ぶ峰選手はどこか悲しそうです。大和チャンプにはなれなかった峰選手ですが、デビューから3節目の一般戦で22走目にして待望の初勝利をつかみます。デビューした翌年の2005年からあなたもご存知の峰選手の片鱗を見せ始めます。新人の暗黙の了解でもある6コースからのスタートであるにもかかわらず、しっかり着取りをして走り続け、新人にもかかわらずなんと1年間で5回も優出してしまい、11月には初優勝をつかみ取るという新人ながら圧倒的な強さを見せつけます。ちなみに5月に先に大和チャンプになった岡村選手が優勝しているので、同期の中では1番とかではなかったのですが、新人ながら強いということは変わりありません。2006年となると G3 で2回目の優勝を果たします。この2回目の優勝については峰選手の方が早いので同期を突き放していく強さを見せ始めます。2006年は優出8回優勝2回と圧巻の成績を残し、最優秀新人選手のタイトルを手に入れます。そんな強さもあり、峰選手はデビューしてからわずか2年という異例の速さで A1 級に昇格を果たします。しかし G1 などのグレードレースではトップレーサーがひしめく中で、なかなか最初は思うような成績を残すことができません。しかし強い新人って競艇ファンは大好きです。そんなファンが投票して出場が決まるボートレースオールスターに峰選手は選ばれ、初めて最高峰グレードの SG に出場を果たします。きっちり初勝利も挙げることもでき、競艇ファンの中に峰竜太の名前が徐々に刻み込まれていきます。2007年から G1 レースに出ますが、優出することがなかなかできません。今の峰選手からは考えられないかもしれませんが、2009年1月と年も改まり G1 地区予選シーズンとなり、峰選手も九州地区選手権競争に出場します。 A1 級となり20回を超える出場を果たす中で、オール3連隊で優勝戦に駒を進めます。しかも予選トップ通過だった選手がまさかの5着に沈んだこともあり、峰選手に待望の1号艇が巡ってきます。緊張もあったのか、スタートは少し出遅れますが第1ターンマークを先前し、イン逃げ成功。22回目の G1 出走で悲願の初優勝を果たします。この優勝で SG ボートレースクラシックの出場権も獲得します。峰選手本領発揮かとなるかと思われましたが、思わぬ事態に陥ってしまいます。地元唐津競艇場で開催された
先輩レーサーのプロペラ調整を手伝ってしまいます。え、何かダメなの？と思われるかもしれませんが、協定会のルールでアドバイスは許されていますが、作業を手伝うことは許されておらず、自分の艇の整備は自分一人で行わなければならないというルールに抵触してしまい、峰選手は2日目以降棄権となってしまいます。ただこれだけでは終わらず、5月から3ヶ月間の出走停止、1年間 SG に出場できないという重い処分が下されます。この結果、 SG ボートレースクラシックに出場できなくなり、若くして峰選手は大きな苦難を味わうこととなってしまいます。グレードレースにしばらく出場できなくなりますが、直近の峰選手をご存知であればお分かりのように、一般戦に回ることになった峰選手は無双状態で勝ちまくります。その後、選出停止期間が明けると SG 戦線に復帰し、予選も突破して準優勝戦に駒を進めるようになっていきます。そして2017年7月に開催された SG オーシャンカップ予選では、オール3連隊を維持し予選を突破。予選は2位でしたが、1位の篠崎仁選手が着外に沈んだことで、峰選手に1号艇が G1 初優勝の時のように転がり込んできます。そして1号艇からイン逃げを決め、デビューから13年目にしてついに念願の初 SG 制覇。優勝報告時には泣き虫王子と呼ばれるゆえんのように、涙いっぱいでの報告で喜びを爆発させました。ここから強い峰選手へと一つギアが上がります。2018年は年間行われる7つの SG 全てに出走を果たし、その全てで優出してしまうという快挙を成し遂げます。優勝とはなりませんでしたが、賞金額を積み上げ成功した峰選手は年末のグランプリ決定戦への出場を果たします。トライアルセカンドからの出場となり、1走目は1号艇からイン逃げしますが、2走目は5号艇で5着と優勝戦に進むには3着条件と勝負がけとなります。トライアルは枠番はくじで決めるため、運の要素もあるのですが、峰選手は2走目に続いて5号艇を引いてしまいます。2走目も5着だった5号艇で万事休すかと思われましたが、5コースから自ら伝説のターンだと話す、インが強い墨の絵協定場からオールスロー 100m 起こしからの5コースからまくり差しで1着を取ります。ダッシュでもない中でこのまくり差しは素晴らしすぎます。結果的に予選をトップ通過、優勝戦の1号艇を自らの手で掴み取ります。優勝戦ではまたも前付けレースとなり、インは厳しい戦いですが、見事にイン逃げを決めて初のグランプリ優勝を果たします。賞金額も2億円も超えまして、賞金王の称号を手に入れます。年間勝率も 8.35 で年間最高勝率1位を獲得、名実ともにトップ選手となります。2019年は年間勝率 8.74 という凄まじい数字を叩き出し、2020年はオーシャンカップとグランプリで SG2 冠を達成。最優秀選手、賞金王、最高勝率、最多勝利数、記者大賞と史上初の5冠達成、まさに敵なし状態となります。2021年5月のファン投票で出場が決まる SG ボートレースオールスターで悲願の初優勝を決めます。2017年から5年連続で得票数1位を獲得するなど、ファンによる選出で決まるという点もあり、ファンの期待にようやく応えられたと安堵を浮かべ、同時に涙も浮かべながら、今までで一番嬉しいと喜びを爆発させておりました。2015から2021年の6年連続で勝率1位という異次元の成績も残し、無双状態のままで年末の墨の絵協定場で開催された年末のグランプリへと挑みます。しかしこの2021年末のグランプリで峰選手に予期せぬ出来事が起きてしまうのです。年末のグランプリは私も現地で観戦していたのですが、特訓の時から5号艇の白井英二選手が前付けに来ていることもあり、厳しい展開になるかもなと思いながら見守っていました。展示でも同様に前付けをしてきたこともあり、深い侵入での起こしとなることは見えていました。ただ2020年の平和島グランプリでも松井茂選手が6号艇から前付けに来ていたこともあり、平和島の陰線は墨の絵以上に厳しいので、そこを乗り越えている峰選手ならばと戦線を見守っておりました。いざ優勝戦が始まりますと、
展示通りの前付けが来まして、深い侵入となります。そこから一気に走り出したのですが、悲劇が起きてしまいます。3コースに入っていた4号艇の瓜生選手が、峰選手をまくりにかかり、そのせいだけではないのですが、峰選手がターンマークにぶつかってしまい、転覆してしまいます。また峰選手だけではなく、他の艇も巻き込まれてしまい、なんと4艇が転覆してしまいます。これにより3連単は不成立となり、結果、優勝戦での発売額の 96.2% にあたる、史上ワーストの41億1426万3700円が返還となってしまう、史上最大の返還劇が起きてしまいます。もちろん峰選手がきっかけで転覆の連鎖は起きましたが、全てが峰選手だけのせいではないとは思います。この惨劇を生んでしまった峰選手の胸中は、グランプリを取れなかったというところではきっとなかったでしょう。私も返還の行列を見て、とんでもないことが起きたと現場で感じておりました。ウイニングランもなく、ナイター島も消灯しました。そんな歯切れの悪い幕切れで、年末の祭典は終わりを迎えました。レース直後は峰選手も、正直死んだと思ったと青ざめた表情で語ったそうです。このレース以降、少し狂い始めた歯車は別のところにも波及します。年明けの2022年、またも競艇界に激震が走ります。なんと峰選手自身が主催するインターネット上の個人的なゲームイベントにおいて、本来交流を避けなければならないレースの予想を行っている方とネット上で接触するなど、選手自身のルールに対する理解不足により、ボートレースの信頼を失墜させたとして、選考期間及び全権日までにおいて、法相懲戒審議会に基づく出場停止処分を受けた者は出場を除外するという規定があるため、峰選手は2022年5月の SG オールスターから23年8月のメモリアルまでの SG に出場できない状態に陥ってしまいます。さらに2月26日から4ヶ月間の出場停止処分、出走数が足りなくなってしまい、 B1 級に降格となってしまう事態となります。2015年から6連続で1位だった年間勝率記録も途絶え、まさに泣きっ面に蜂といった状況。競艇界のスーパースターが SG 戦線から姿を消し、 B1 級に降格してしまうなんて誰が想像できたでしょうか。そんな予想は特大満州を当てるよりもはるかに難しいです。 SNS で峰選手自身、自分の身勝手な行動により多くのボートレースファン、志向者、関係者の皆様を出場停止という形で裏切ることになってしまい、本当に申し訳ありませんでしたと謝罪しております。2021年末から続く出来事で、失意のどん底ともいえる状況に陥ってしまいましたが、2022年6月30日に4ヶ月の出場停止処分が明け、地元の唐津競艇場で復帰を果たします。さすがにブランクあるかなぁと思うのが普通ですが、峰選手のすごいところが、この復帰戦でいきなり優勝してしまう点です。2022年後期は B1 級に降格となりますが、峰選手が最強であることは変わらず、一般戦でまさに無双状態で勝ちまくります。最強の B1 と呼ばれてもおりました。強すぎる、強すぎた峰選手が2023年1月から A1 級に復帰、 G1 戦線にも無事に復帰します。復帰した G1 でこの動画を公開するタイミングで2回優勝しており、強さは健在です。通算 100V に迫る状況で、24乗制覇に王手もかけている状況。しかも残っているのは、今回 SG 復帰戦ともなるボートレースダービーが開催される蒲郡競艇場となっています。 100V に王手をかけていた地元唐津での G1 優勝戦では、5コースの菅選手のフライングまくりを食らってしまい、2位となってしまいましたが、この SG 戦線復帰戦となるボートレースダービーで通算 100V と24乗制覇をダブル達成できれば、まさに持っているスーパースターとしてふさわしいでしょう。結果はどうなるのか。この動画を見た方は、峰選手についてあなたが知っていること含め、コメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。